これ結構私に合うメガネです。これ私に合わないやつです。自分の顔のサイズを知らずにとにかくでっかいのをかけたがる傾向があるんですよ。レンズの真ん中に来るのが一番バランスはいいです。だからそのぐらいしか分かんない方が芸能人がかけてるのは、あ、丸だから丸って言って買ってもその雰囲気が出ないんですよ。こう顔が結構濃い人はこう丸の方がいいとか、顔が薄い人の方は四角いのがバランスがいいとかっていう、その選び方の前提は何ですか？自分の短所を隠すだけの前提なんですよ。その次、攻めるのが愛の不時着の平壌スタイルですね、これ。皆さんこんにちは、ジンです。今日はメガネの選び方について話をしてみたいと思います。皆さんはどういうメガネを選んでますか？私が知ってる限りは、意外と韓国好きな人は韓国の芸能人、特にその中でもアイドル、女性アイドルがかけてるメガネをそのまま買う方が少なくないと思います。でその人たちが自分が一番買いたかったメガネなのに私は似合わないっていうことになってて、それでもなんかこれでいいんじゃないのかって思ってそれをずっとかけ続ける人とかもいるけど、結局自分に似合わない、自分は満足しないんだけどそれをかけてしまう。ジエニがかけてるから、ジョイソがかけてるからになっちゃうんですよね。なので今日は少しでも皆様が自分が選んだちゃんとしたメガネのかけ方について話をしてみたいと思います。私はね、去年 ICL 手術をしたので一生、かけ続けてきたメガネから、まあ、脱出をしたばかりの、人間です。それまでは30年ぐらい小学生からずっとメガネで、今まで買ったメガネサングラス全部合わせて300本はあるんじゃないかなと思いますね。私結構眩しさに弱くて、そして紫外線の遮断にすごい力入れてるので、まあ、サングラス結構使ってるので、まあ、今もねメガネから完全に離れたりはしてないんですけど、本当になんかいろんな種類のメガネはかけてきたのかなと思います。でまずメガネの種類から説明をした方がいいのかな。で皆さん、クラシックメガネの種類は何種類あるか分かりますか？だいたい5種類ですね。で5種類の中で多分皆さんが一番買っている、で一番最もクラシックなもの、丸いやつですよね。ちょっと待って、これが今丸いと思ったんですか？これが丸だと、今の私のスタッフさんこれが丸って言ってましたけど、これは丸じゃないです。丸く見えます、かけたら。だからそのぐらいしか分かんない方が、芸能人がかけてるのは、あ、丸だから丸って言って買ってもその雰囲気が出ないんですよ。あと芸能人がよくかけてる韓国のこうでっかいメガネとかあるじゃないですか。でも自分がなんかかけたら、なんかちょっと手の字に見えたりとか、金魚みたいにこう、みたいに見えたりとか、いろいろあるんですけど、それ皆さんの顔じゃなくて自分の顔に合うものを選んでないからですよ。じゃあまず丸いメガネから説明しますね。これはどう見ても丸いメガネです。これもまん丸じゃないです。まん丸より若干変わってる、でもほとんど丸です。でも完全丸ではないんだよね。あ、そう、それがまん丸、それが完全な丸のラウンド型、まあ一番基本でクラシック、今の時代でいうメガネの本当の元々の機能としては一番レンズをね、あの加工しやすい形で一番歴史が長いんだよね。だからそれが丸だけど、これも若干ここが長いの分かります？ここが長い理由が目の大きさとかがみんな違うわけよ。そしてアジアの人って結構目と目の距離があるよね。西洋人ってこうなってて、あと鼻が大きいからこれが小さいから丸いやつが似合うんですよ。だから芸能人が丸いメガネをかけてもなんで似合うかっていうと、目の化粧がめちゃめちゃ濃くて目がでっかいからなんだよね。だから同じやつを使っちゃいけない、そういう方はこのぐらいの丸がちょうどいいです。これ銅が入ってるんですよ。なので今めちゃめちゃ目が痛いので一瞬だけお見せします。あう、お、目痛いね。これがまあ丸で、同じく、こういう丸があるけど、これは完全に同じように見えてもレンズのサイズとかが違うよね。これの大きさもいろいろあるけど、一番見てほしい大きさはブリッジです。ブリッジっていうのはこの間、この幅をブリッジって言います。これがとても大事です。韓国もそうなんですけど、日本人特に自分の顔のサイズを知らずにとにかくでっかいのをかけたがる傾向があるんですよ。その理由が K-POP アイドルもそうなんだけど、顔が小さく見えるからそうやってるんだよね。で実際メガネ業界から見たアイドルって、あ、メガネのかけ方うまって誰も言わないですよ。インターネット検索してみて、メガネが似合う芸能人とか調べてみると絶対出てきません。ボンテギュ、リュウスンボン、ベヨンジュン、こういう人が出てきます。だから芸能人がすごいなんか正しくかけてるわけじゃなくて、舞台よりは降りてきたこう空港で歩いてるところとか部屋の中でいる時とかはとても自然な姿を見せたいんだよね。逆に足りなさを見せる必要があるから、逆に自分のサイズよりちょっと大きいやつ、足りなさそうなところをアピールして可愛さをこう
演出すると。それ芸能人がたまにそういうことをやるからいいんだけど、皆さんは自分のマックスのおしゃれをその顔にしてるじゃないですか。だから満足できないんですよ。芸能人がマックスの時にメガネをかけてるの見たことあります？ジョングギがカタルワールドカップの OST 歌うのにメガネかけます？かけないんですよ絶対。 RM メガネめっちゃ似合うんですよ。似合うけど UN 演説する時メガネかけますか？かけないのね。だから自分がマックスで綺麗に見える時はなかなかメガネはかけない。メガネをかけることによって完全なる信頼性とイメージアップにつながる人はメガネかけますよね。誰ですか？皆さんが大好きなペ様、ヨン様。ヨン様はメガネめちゃめちゃかっこいいですよね。で、これがまあ一番基本になる丸なのかなと思いますね。あと大きく分けて、種類は2つあって、この縁はね金属のようなやつと、これクムテって言います。あとこのように黒縁、これは韓国でプルテって言います。プルテ、プルテというのは角ですよ。角だから角のような形になってるって言ってプルテって言うけど、だからこっちだと芸能人っぽく見える、勉強ができそうに見えるとか、こっちをかけたらスタイリッシュに見える、クラシックに見えるとか言うけど、いや関係ないです。アジア人って特に目が薄いんですよね。顔が薄くてヒゲもなく、しかも化粧もあまりしない人がこのようなメガネをかけた時に本当に顔の面積が広く見えるんですよ。だからよく選んだ方がいいし、でこっちだから必ずスタイリッシュに見えるかっていうと、これは顔をかなり隠すことになるので、日本が韓国に比べて線がはっきりしてますよね。韓国の方がどっちかっていうとぼやっとしてます。塩顔は多いんで線が濃い人は本当に気をつけた方がいいのがこのセルロイドメガネ。ただ芸能人がこれだから私もこれっていうのはほとんど似合わない人が多いですね。その次、まあこういうメガネですね。こういうメガネはパントーって言います。パントースタイル、丸と何が違うかっていうと、上をもう少し下げて丸い感じを少し柔らかくして、下の方は若干伸ばして、なので視野の確保ができるように実用的に変えたのがパントメガネですね。これがまあ一番無難でクラシックなスタイルも残しつつ、まあ挑戦しやすいものなので、まあこういうのを選ぶ人も結構多いですよね。パントがあれば何があるんですか？ウェリントンスタイルがあるんですよ。でウェリントンスタイルが四角から来ていてもので、パントは丸から来ているもの、まあ大体多分この2つの中で選ぶ人が多いんじゃないかなと思いますね。こう顔が結構濃い人はこう丸の方がいいとか、顔が薄い人の方は四角いのがバランスがいいとかっていう選び方ってよく YouTube の動画にあるんですよ。自分の顔のスタイルによってメガネの選び方とか、マジで信じない方がいいです。その選び方の前提は何ですか？自分の短所を隠すだけの前提なんですよ。つまりいいメガネ、おしゃれなメガネ、自分に似合うものじゃなくて、まず短所は隠しましょうっていう本当に最低限の基準だけで選ぶのがこれなんですよ。で実際ヨン様って四角い小さいメガネの方が多いです。最近筋肉ムキムキの写真があるからヨン様ってそんなもんじゃんって思うけど、意外と塩顔ですよ。そして皆さん、ソンシギョンって知ってます？かなりの塩顔なんですよ。じゃあ丸だよねって思うじゃないですか。いや意外と四角のやつめっちゃ多いです。自分がどういうイメージを演出したいのかによって買えばいいんですよ。自分の顔の短所は置いといて、まず自分の個性を出すのがとても重要なのかなと思うんですね。なので自分がなんかこう顔がこうやってまん丸なんですよみたいな、それサイズだけうまく選べば四角が逆にねもっとシャープに見えることもありますし、逆になんかすごい細い人が私は芸能人みたいに丸いやつボーンって描きましょうって言っても顔がカマキリに見える可能性もあるんですよ。だから自分が何を演出したいのかによって、自分の顔がどんな顔かによって選ぶのがとても大事です。まずサイズ感、先ほど言ったようにアジアの人って結構大きめなメガネを好む傾向があるんですよ。でもジェントルモンスター皆さん見たことあります？メガネ小さいんですよ意外と。あと高いメガネ屋さんって結構メガネ小さいです。あとメガネ屋さんで相談したかったどのぐらいいるか分かんないけど、私結構日本の和紙メガネ好きなんですね。ここはすごい高いわけではないけど安くもないブランドで、ものすごい知識を持ってて、いつも相談すると結構サイズちっちゃいものをおすすめされます。皆さんがちょっと私に小さいかもねぐらいがちょうどいいんですよ。あえてなんか山ちゃんみたいなのを責めるのが、まあ意図しているのであればそれでいいんだけど、そうじゃなくてなんかかけたらちょっと小さいよねっていうぐらいがあると思うんですよ。例えばこのぐらい、これそんな大きくないです。私はこのぐらいがちょうどいいです。私はメガネを選ぶときにメガネのサイズより気にするところはここです。このブリッジ、自分の鼻に合わないと本当にダメなんですよ。私もだいたい一定だけどちょっと違うイメージがこれかな。これ結構私に合うメガネです。これ私に合わないやつです。その理由がブリッジのサイズが全然違うんですよ。私は鼻の幅が広くないんですよ。広くないからちょっと狭いのをかけた方がちょうどいい。一番簡単に、まあ 100% じゃないんだけど、簡単に言うと自分のこう瞳あるでしょ、
レンズの真ん中に来るのが一番バランスはいいです。メガネ屋さん行くと皆さん何百種類ありません？でデザインで選ぶでしょ。いやサイズで選べっていうことですよ。そんなあるのは。これって1ミリ2ミリぐらい差あるんですよ。それが本当の全ての印象を変えるので、よく選んだ方がいいよ皆さん。例えば自分の花が結構大きいなと思ってる人いるじゃないですか。女性特に気になるでしょ。こう和紙の人とか、花なのか熊よけ鈴なのか分かんない人っていっぱいいるじゃないですか。そういう人がこうやって広がってる、ジェニーが欠けてるようなバーンみたいな、こうアユのやつのバーンって描くじゃないですか。花がこうなるんですよ。鈴がクリスマス釣りぐらいに見えるんですよ。もう花しか見えないから気をつけた方がいいですよ。だから本当に気をつけた方がいいです。自分の顔のバランス。その次はクラウンパントっていうのがあります。でクラウンパントっていうのはフランスで流行ってるあのメガネで、よくあの日本の格好屋のおじちゃんとかもよくかけてるメガネです。これサングラスなんですけど、こういうのがクラウンパントです。こういうのが普通のパント。何が違うか分かります？パントのこう丸いっていうのを上でかなりこうエッジを入れたやつなんですよ。その中でもこれは結構カジュアルに作ってるものだからそこまで目立たないけど、一番個性が強いメガネ、そしてあのクラシックで自分愛を一番アピールしたい人はもうクラウンパント系で選ぶとすごいあの華やかになりますね。あんまり化粧もしないし、でもすごい目立つようになりたいっていう方は何回も何回もかけてみて合うサイズを選ぶのがいいかなと思います。結構意外と個性強いですよ。ちょっとダンディーなお父様みたいな感じ、結構強い、うん、だからそうですこうやって上がちょっとこう切れてるのが、まあデザイン性も良くて、あ、メガネすごいおしゃれだよねって言われる可能性がありますね。いやでもなんかああいうクラシックじゃなくて、私本当芸能人みたいなのがかけたいんですよっていう人があるんですよ。あのクラウンパント、このラウンド型から切ってるんだけど上が切ってるものがあるんですよ。これだと結構、これも結構個性強い。すごい知的に見えます。そうですか。次はこれ一番無難なスタイル、アネル型っていうんですよ。アネル系、アネルはどういう感じかっていうと、よくアメリカでかけてるもので、アメリカって言ったらどんな感じですか。すごいシンプルでカジュアルでとりあえず使いやすいみたいなやつになっていて、アメリカ発祥ですね。スタイルが丸なのか四角なのかがよくわからないスタイルにしたのがアネル型なんですよ。ほとんどのメガネが今アネル型になってます。こういうやつです。四角なのか丸から切ってるのかよくわかんない、こういうのがまあアネル型ですね。ここの太いこの線とかはクラウンパントの線が少し残っているんだけど、すごいここはまた柔らかくなって普通に描きやすいメガネ。これ2つともジェントルモンスターなんですけど、素材にすごい凝ってるんですよね。紅白色とか透明型とかっていうのを選ぶと、すごいなんか線が濃い人とかも描きやすいっていうのがになってるので、アネル型もそうなんですけど、ラウンド系とかも挑戦したい人はこういう縁選ぶのもいいのかなと思います。白の縁ってハードルが黒とかブラウンに比べたら高いように感じるんですけど、こっちが低いと思う。低いですね。地味が欠けてるから私もやってみようと思って、普段メガネ絶対欠けません。欠けないのに空港で降りてバスに乗るまでとか欠けたり外したりずっとこうやってる人いるじゃん。こういう人いるんですよ、ずっと。だからメガネは基本長時間かけるものなので、もともとがね、本当に自分が1ミリ1ミリ違うものをかけてみて、ちょっとでも合わないなと思ったらもう買わない。でもかけた瞬間合うなと思ったらもうそれです。本当にわざとこうやって下にかけてる人っているじゃないですか。それも芸能人ですよ。下げて使うその一瞬のためにメガネ屋さんから協賛してもらってつけてるだけなので、サイズが合う必要がないです。で皆さんは違うじゃないですか。それを誰に見せるの？税関の人？一つだけ選べるとしたら何選べるのか見てください。性格、体、顔。絶対顔選んだでしょ。性格はまあなんとかごまかせばいいし、体、あ、なんとかまあダイエットすればいいしと思うじゃん。顔は変わんないじゃないですか。そのぐらい大事だし、初印象が絶対顔で決まるんですよ。だから芸能人あんなに綺麗でも整形するわけよ。少しでもこう直しながらこうやって成長っていうか発展していくけど、顔一発で変えられるアイテムっていうのはピアスでもなくメガネなんですよね。メガネが一発で印象が変わるので、自分の顔の印象を選ぶのにジェニかロゼなのかをこの中で選ぶっていうのはとても間違った考え方かなと思います。本当にサングラスの選び方は、既存のメガネになんか色を入れますよっていうところ、結構ジンズとかゾフで言ってるじゃないですか。それすごいダサいです、正直。まあ使いやすいんですよ。運転するときとか、こう歩くときとかはすごいいいんだけど、少しでもこうおしゃれをしたいっていう人は、少なくともそれじゃなくてちょっと違う種類を選ばないといけないのかなと思います。大体まあいろんな種類があるんだけど、一番基本的なものは、ウェイペオロっていうスタイルがあるんですよ。ウェイペオロ。レイバンスタイル。あとアビエータースタイル。
このよく美がかけてるスタイルがエビエイター。そしてあのジェニーがジェントルモンスターとかでこうやってこう尖ってるやつあるでしょ、キャッツアイとか、まあ、そういうのはあるけど、そういうのをあの皆さんがね、あの大胆に挑戦したりするのがとてもいいのかなと思います。ユニクロのすごい地味な本当基本の T シャツ1枚だけ着ても全てのスタイルを完成させてくれるのって、皆さんよく観光でペワノルって言うじゃないですか。ペッションで完成の얼굴だ、ファッションの完成は顔、この顔で生まれたからもう来世って思うんじゃなくて、現世で変えられるのはもうメガネなので、メガネでよくね攻めたりするのがいいのかなと思います。本当に私を一番あのうまく表現できるメガネは何なのかを考えるのがいいのかなと思いますね。で、あの私がまず度数を入れないでスタイルだけで考えてかけてるメガネで、まず一番基本はこれはサングラスじゃないんですけど、度が入ってない、だからこう本当にファッションでかけてたメガネです。伊達メガネですね。これもウェリントンに見えるけど、アネルのように大衆的なスタイルで誰も消化しやすいのかなと思います。あとこれ結構光ってません？これは光ってるのがファッションだからですよ。伊達メガネのこう目玉ついてないのかけてる人いるんですよ。それはやめましょう。それ自民もそうやってかけたりするけど、本当にそれあんまりかっこよくないです。本当に実際メガネにも失礼です。このフレームが曲がっちゃうんですよ、レンズがついてないと。ちゃんとレンズ作って入れた方がいいと思います。その次、こういうサングラスですね。これは私に実際似合わないけど、本当にただ買っただけのメガネです。どこが似合ってないんですか？まず鼻が合ってないです。鼻が合ってないし、これを鼻までちょっと下げたいんだけど、下げたらここがつくし楽じゃないです、個人的には。でこれを押すと目玉がつく。サイズも合ってないのに無理やり買ったやつです。だからやっぱりそういうところはあんまり良くないのかなと思って。これは実際のパクセロイがつけてるやつと一緒です。これはどういうスタイルかっていうと、縁の上からも全部こうついてる状態のレンズ、これがまあ流行ってましたね。まあこれでジェントルモンスターが有名になりましたよね。あのパクソジュンとかのソニエジンとかがこれかけてたから。その次、攻めるのが愛の不時着の平壌スタイルですね、これ。はい、うん、これはまずあの足がやっぱりついてるのと、鼻の間のサイズが私に比べて若干は広いんだけど、まあ意図したそういうスタイル。どうせあの目が見えないのにちょっと大きいと、逆に目が見えないからちょうどそのバランスがいい、きつそうには見えないぐらいになるので、あと若干上がってるんですよ、ここ結構攻めてるので性格が悪く見やすいんだけど、ここがちょっと広いからそれがちょっとあのバランスよくカバーできたような感じで買ったメガネです。あとそれに似てるメガネなんですけど、さっきのやつよりはここが狭い。デザイン一緒なんですよ、一緒なんだけど、確かにこっちの方がきつく見えるでしょ。色がより薄いのにきつく見えるのがこの鼻のこの差です。本当に他はほぼ全部一緒です。だからこんなに違うんですよ。ローズピンクだなんかゴールドピンクだなんかあるじゃないですか。何も意味ないです。何もないとは言えないけど 10% ぐらいの差。本当にこう鼻のサイズ、レンズのサイズとかの方がすごい大事です。でもこれ本当に描きやすくていいです。私基本あのサングラス国産結構好きなので、ジェントルモンスターとかこうプロジェクトプロダクトとか結構持ってます。じゃあ次、こっちからがちょっとまあ攻めるプラス個人的には好きなメガネですね。じゃじゃじゃん、長い。こう大体メガネ選ぶときにこういうメガネあんま選ばないでしょ。なんで選ばないかっていうと、ここ細いからですよ。なんかこれ細くてこうやって長いのってダサいとか言うじゃないですか。私あんまり今流行ってるとかはあんまり気にしない。逆にこれを買ってからセレブとかは今こういう細いの結構使ってますね。今ジェントルモンスターはみんなこれ細いですよ。だから私これ好きだったのが、昔顔のタイプはソテージに似てるんですよ。でソテージは結構ここ幅細いの使ってます。あとこれも韓国のブランドだったような。でこれも私必ずこういうちょっとでっかい重いレンズは足ついてるやつにしてます。これはよく見ると面白いのが、下は黒なんですよ、で上は金なんですけど、この間が浮いてます。わかります？なので本当にいろんな魅力がある、面白いメガネ、結構珍しい。でこれは反射するやつで、誰も私の目を見ることができません。はい、これを買うときに日常的にかけるものですか？はい、そうですよ。かなり派手なんですが、本当にこれでよろしいですかね、言われました。私本当にこれ楽すぎて、本当にこれかけて普通に歩いたりしてるので、まあ個人的には結構好きです。これ T シャツとかにそれ似合ってます。そうですね、だから本当に白い T シャツだけプリンティング入っているものを買うじゃないですか。それですごいダサくなったりするけど、その時にこのメガネ一つだけで、あ結構おしゃれに見えるよねとかになるから、サングラスは結構皆さんね、自分が好きなデザイン本当にいろいろね試したりとかするのがいいと思いますね。あとメガネ選ぶときは他人の話絶対聞かない方がいいです。
隣の人あこれいいって言って買うじゃないですか。家で見たら絶対似合わない。自分が見ていいのがいい。お母さんともし行ったとしたらお母さんがいいというのと真逆のやつを買いましょう。そうすると正解ですよ。その次のメガネがこれは一番最近買ったメガネでジェントルモンスターのアンテナっていうやつの限定版です。これが私持ってるやつで一番派手なのかな。はい、こんな感じです。色も攻めてるし横がキラキラしてるから田舎の市場に買い物来てるババに見えたりとかするかもしれないけど私はこれ結構好きですね。あとぴょぴょぎがこれ好きと言ったので買いました。すごいちゃんと消化してるからすごい。だから普段使うサングラスの場合はやっぱりまあこういうちゃんと機能するやつ目が疲れないやつとかがいいのかなと思いますね。意外と韓国でねサングラスとかいいブランドたくさんあるし安いのって結構あるんですよ。成田空港とかのあの免税店に入ってる中で韓国のブランドのやつ 20-30% とか 40% とか割引してるものも結構あるし結構1万円とか1万円切った値段でいいものを買うのもできますしいろいろ見てみてください。あとハードル高いかもしれないけど本当に歩いてて普通にメガネ屋さん見えたら入って一回見るのもいいのかなと思います。今日は30年間メガネをかけてきた私がおすすめするメガネそしてメガネの選び方について話をしてみました。今日の動画が役に立ちましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。そして私にどのメガネが一番似合ったのかコメントに教えてください。タイムライン教えてくれるとクリックできますよ。バイバイ。